風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。嵐の日波たける海で弟子たちを諭された力の御言葉を私にも聞かせてください。使徒ヨハネの手紙、選ばれた婦人よ、あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに、真理に歩んでいる人がいるのを知って、大変嬉しく思いました。さて、婦人よ、あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、はじめから私たちが持っていた掟、つまり互いに愛し合うということです。愛とは御父の掟に従って歩むことであり、この掟とはあなた方がはじめから聞いていたように愛に歩むことです。このように書くのは人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わす者、反キリストです。気をつけて、私たちが努力して得たものを失うことなく、豊かな報いを受けるようにしなさい。誰であろうと、キリストの教えを超えて、これにとどまらないものは神に結ばれていません。その教えにとどまっている人にこそ、御父も御子もおられます。神の言葉。あなたの道に身を注ぐ。
私は掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れない。神よ、あなたの言葉は私の足の灯し、私の道の光。あなたの進みからそれないように心尽くしてあなたを私は仰せを心に抱く。あなたの裁きを示してください。神よ、あなたの言葉は私の足の灯し、私の道ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。恐れずに頭を上げなさい。あなた方の救いは近づいている。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。ノアの時代にあったようなことが、人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて、一人残らず、滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり、建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていたその日に、人、家が天から下ってきて、一人残らず、滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも、同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロットの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか？と言った。イエスは言われた。死体のあるところには、ハゲタカも集まるものだ。キリストに賛美。